その巻いてるものと、あの仕込んどく時と、あの芽が出るやんか、刈り取んのとタイムラグあるからね。はい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 。で、去年僕、吉本営業ランキング3位になれたけど、はい。それを巻いてんのはもっと前やからね。営業にシフトチェンジしてたのは。そう。で、まあ、その今、FP とか勉強してんのもやっぱり、まあ、まだ巻いて、あの水あげてって感じで、刈り取んのはもっと先になるからね。賢いな、先手先手でいろんなもん種まいといて、うん、だから多分まだタレンチの芸歴やったらその漫才っていうかそのコントとかで賞レースがあるからなんだけど、もう僕の芸歴になってきたらその賞レースっていうんじゃなくなってくるやんか、まあ、だからそうなってきた時には、ね、あの巻くもんとあの水をあげるものと刈り取るのをあの段階をこう分かってた方がいいよね。だから刈り取るものはもう刈り取る、はいことやけど、刈り取ってると巻いてなくて水あげてなかったらそこには絶対にあの何もないやんか。そうですね。だから林業っていう言い方したいかな。だからさ、あの農家さんと一緒やったことがあるね。その八木さんのそれで言う、まあ、幕は、まあ、営業で自分なりに攻めていくみたいな感じじゃないですか。うん。その水を巻くっていうのはどういう作業なのかなんですか。あ、水を巻く、だ巻くで言うと例えば FP の場合やったら、はい、あの勉強するが巻くやね。あ、勉強始めるっていうのが巻く段階。はいはいはい。FP の資格を取る、だからその1級まで取るっていうのがあの水をあげてる状態やね。ああ、なるほど。育てて。初めて水を巻いて FP を取って本を出してそこまでが水を巻くよね。はい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 。でそれを武器にテレビ出て講演会行くっていうのが身を刈り取る段階。まあでも最後お金に落とすってことですもんね、言うたら。成果ね。だから新生物図鑑で言うと、はい、あのまだ巻いて水あげてるとかやね。だいぶ水あげてもう土壌がもうぐちゃぐちゃなってますよ、水あげすぎて。新生物図鑑それね言うやん、はい、はい、で言うやん。でもそれね俺言われたんですよ、はい、いろんなね、まあまあ近い方が、ね、でもねあれ本なるんですよ。え、本なる、もう決定してるんですよ。うわすごっ。そうなんですよ。だから要はその深ければ深いほど、はい、やっぱりいいんすよ。水をあげてる時間が長ければ長いほど根を張るんですね。そうなんです。小さくはやってたんですけど、まあ明日もやるんだけど、その明日はちょっと琵琶湖協定さんで、あ、ごめんなさい、モーターボートさんですね、ボートレースですね、ボートレースの琵琶湖さんで、そのイベントでこうワークショップするんだよ。絵を発表して、絵喋ってから子供たちに書いてもらってとか、それ結構沼津でやったりとか、そのフォーマットあるんだけど、それをもう、絵にしたくて。すごい。僕、これちょっと、だから今撮ってるやつはちょっとタイミングを置いてオンエアしてほしいんだけど、まだ出すタイミングで。はいはい、一応記録用に言っとくと、で、HG が絵を描いてくれるの。HG あのプレバトとかで絵うまいって。僕が原画で、僕の解説で HG が絵を描き直してくれてて、もう描き上がってて。忘れるといいね。で、それで本とそのワークショップの展開。すごい。だそれは結局、その目、巻いといて水あげてる、長く3年間ぐらい水あげといていく。だからそれは巻いとかなならへんからね。いや大事っすね、やっぱ何でも続けるって。そう、なんか僕らはほんまに八木さんとずっと一緒にさせてもらってるんで、なんかその巻く段階が一連を見させてもらってるんで、なんかこんなリアルタイムでこうなんかほんまにすごいもん見させてもらってんなって感覚がありますね。成功体験を見てるっていう、はい、芸人ってこうやって仕事につながって、そうそう、こうやって仕事巻くんや、なるほどっていう、なんか
すごいっすね。もう学びがすごいっすわ。ほんまに。だから、イメージは刈り取るのは3、2割やで。はいはい。刈り取れるの。うん、あの、じゃあ刈り取れるとか、労力2割。刈り取るのは。どっちかというと、水まくのが多分8割やわ。なるほど。だからそれは多分、お寿司屋さんでもそうなんちゃう？わかんないけど、お寿司屋さんで、その、回転中に握って出してるとこは多分、労力で言うと2割、3割なんかもしれない。としたら。ああ。そこはもう仕込みもあればなんかこうまあ大事なとこはもうその修行からも考えてもいろんなことあって仕込みがあってって仕入れがあってって考えてです、うん、そこでもう一部だから店開くまでの方が大変っていういやし、うん、そうで一日の流れでもやっぱりこう出すとこは一瞬だから確かにだかテレビでもそうやもんねロケ班してアンケート取ってブッキングしてて会議してでもうロケの日だからねあのロケ行った、まあ多分タレントそこまで数行ってないかもしれないけど、ロケ行くときに分かってた方がいいわ。ロケに行くやっか、例えば V を取りに。はい。ディレクターさんは異常にテンション高いわ。へぇー。で、めっちゃ上がる。うん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 。なんでかって言ったら、タレントが例えばなんかのローカルの、ロケでは、まあロケに行ったときに、まあ10時朝早いな、で5時終わりみたいな。はい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 、7時間ぐらいやん、まあ、やっても。はい、はい、でも、ロケ自体の発生点は、まず会議から始まってるから。そうですね。作家さんがまずアイディア出して、ディレクターさんがもういてて、プロデューサーさんもいてて、でそこからスケジューリングとかして、ほんまにこのロケが行けますかっていうので、ロケ班って言って、スタッフさんが一回下調べして。はいでも、下調べして、ブッキングして、そこも仕込んどいて、そこに行ってる当日なんよ。で、できます。はいはい、できてからも、言うたらいろんなカメラあるやつを、秒数合わせてね、はい。秒数合わせて、編集していく作業がめっちゃ大変や。V つないで。そこに V できてからテロップ入れたりとか、で完成してプロデューサーがチェックしてて本編流れるまでの言うたらこれ労力の中の多分ロケって分からへんけど、はい、タッキー聞こえます？はい聞こえます。タッキーロケ当日ってその全部の工程の何分ぐらいですかね？ロケを労力で言うとだから5分の1とかじゃん。なるほど。だから仕込みが5分の2で、あ、5分の1ぐらいで、あと編集が5分の3ぐらいですか、じゃあ。で編集とかが5分の2で、まあだからね、台本書いたり。ああ。なるほど、なるほど。コミのとこが。だ前に2があって、当日があって2。だから、要は、当日必死なのは、もうそこで頑張ってたら編集も楽になるし、面白くなるし、もう大変なんですよ。なるほど。だから、その、デクターさんはそういう気持ちで来てると思う。芸人はいろんなロケある中での1個で来てるってパターンで、温度差が違うパターンがある。いや、だから、まあ話はそれだけども、一応そういうふうに、はい、あの水まき理論は絶対ね、もう考えとかないと。そうですね。すごいな。ほんと。だから、はい、その今やってるように、なんていうか、タレンチがやってる結果出えへんっていうのも、はい。はい、結果出えへんって言ってて水撒いてる作ってるやつとほんまに何もやってないやつと運命の差が出るし結果出た時のストックは全然ちゃうかなやっぱ。はいはいはい。だから同じようにこういけるのが一番いいんだ。昔も喋ったけどこういうふうに実力を伸ばしていかなかねえけど結果ってこういうふうにくるから。はい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 。でこういう時に落ち込むねんけど実力がこう伸びていかない。はいはい。こう来て、こう来てけど、で、こう行った時にドーンっていくみたいな。でも結局こうしか無理やから。うん。なるほど。サメになります。まあ、ということで、それが昔言ってた螺旋階段の理論はね、俺が言うから。言ってました。はいはいはい。螺旋階段。そう、螺旋階段のね、登ってる時は分からへんけどね。ヒント来てくれないと螺旋階段理論だよ。ここから始まる。ときめきも切なさも今抱きしめて